現場は比較的交通量の多い場所にあるリサイクルショップです。現在も店は営業中で多くの子供連れの姿が見られます。またお客さんによりますと土日も非常に混み合っているということです。そして現在店の前では警察が一台一台車を止め情報提供を呼びかけています。行方が分からなくなっているのは奈良県柏市の小学6年生森田琴音さん11歳です。琴音さんは昨日午後2時前、柏市内のリサイクルショップに家族4人で買い物に来ていたところ、トイレに行きたいと言い、一人で向かったのを最後に行方が分からなくなっています。琴音さんは身長145センチくらい、髪は肩までの長さで、上が灰色の T シャツ、下が紫色のチェック柄のキュロット姿だったということです。トイレの個室の中には、琴音さんが履いていた右足のサンダルが落ちていて、従業員がトイレ付近で女性の悲鳴を聞いていたほか、同時刻に不審な紺色の乗用車が店を出る様子が目撃されているということです。警察は琴音さんが事件に巻き込まれた可能性が高いとみて付近を捜索しています。琴音さんは北館から南館に向かってトイレに向かいました。そのトイレは一番奥にあるトイレで、店内からだけではなく外から誰でも利用できるトイレとなっていました。警察は引き続き目撃情報を探すとともに、現在市内の小学校の校長らが集まって明日以降の対応を協議するなど、現場は対応に追われています。